うおーおー、春だ、新学期だ、新生活だ。もちろん新生活のお供にはスマホでも遊べちゃう原神。また通学通勤中にデイリーをこなす日々が始まるぜ。そんな原神の新バージョン、それがそよ風シオンの庭を忍ぶ。またこのバージョンでヤバいほどのコンテンツが追加されたんだ。その中の目玉の一つがこれ、新キャラの神里綾と、そう、あのお嬢様、神里綾香のお兄様がついに登場だ。もちろん今回はこのキャラを中心に動画を作っていきますぞ。そして同時ピックアップで1年ぶりにウェンティが再登場。もしこれからこのゲームを始める人がいるのでしたら、このウェンティは間違いなくおすすめなキャラになりますな。原神も稲妻編になってウェンティで吸えないキャラが増えて使いにくくなったと思いきや、実はそんなことはなくて、このキャラの爆発はまだまだ強力。ほとんどの敵を暴風の目に集約することができますぞ。さあ後半にピックアップされる綾香で抜刀前のカイラギを倒すんだ。卑怯で一番卑怯、それがウェンティ。このキャラがいると周回がすごくはかどりますぞ。そしてこのバージョンでは新しい卑怯が追加されました。ここでも実はウェンティが大活躍。出てくる敵は遺跡重機や遺跡騎兵で、これまた吸えない敵の代表格。でも凍結や石化をうまく使えば竜巻に集約が可能です。というか動き回る敵に凍結竜巻がすごく刺さる。さあ綾との抜刀で周回を決めるんだ。無凸でもチームメンバーに元素エネルギー回復できるのもウェンティの強みですな。ここでは章にぴったりの生物、新社王城6、そして通常攻撃がすごく強くなる雷筋の余興、この二つの生物が掘れますぞ。また白スラのごとく掘りまくる生活が始まるのですな。まだまだコンテンツ追加の紹介は終わらない。そう、このバージョンではずっと謎だったエリア、あの双眼巨炎がついに追加されたんだよ。もうここだけでドラゴンスパインと同じくらいの広さを誇るのだけど、なんとそれだけじゃなかったんだ。そう、なんと地下世界まで存在したんだよ。岩盤で閉ざされてもおらあ、知恵と勇気と大砲で葉っぱをかけて道を切り開いていきましょう。これには冒険者協会の後輩も大喜びですね。そしてビビったのがその広さ。地下世界だけでも塩化の宮くらいある。これを一つのバージョンに入れるとか逆に心配になってきた。ほんと凄まじい開発力を持ってますな、ホヨバースは。もちろん新ボスだって登場するぞ。その名も遺跡サーペント。なんかロボで蛇みたいな物々しい格好をしていますな。これは倒せるか少し不安になってきたぞ。おーおー、封鎖に合ってますねー。早速神里家で新ボスに挑むのですね。妹が氷をばらまいてー、ボスラク家来がサポートを決めてー、そして兄貴が抜刀で決めたー。さすがは神里家、これはマジで稲妻最強ですよ。おっと、言わんこ吹いたのか。神里家は最強、それには異論がないが、このバージョンではヤバい奴らが稲妻に上陸してくるぞ。なんですとー。そう、モンドの最強戦力、クレイちゃんの稲妻上陸である。稲妻が開国されて祭りが始まるので、その準備のために上陸したんだね。さあ、ヨイミヤと一緒に新型花火を創作するぜ。もう嫌な予感しかしないんだよなぁ。うわーん、やっぱり上陸5秒で新型花火が暴発したじゃんかよー。畜生、これでは爆発落ちで稲妻編が終わってしまう。爆発落ちなんて最低だ。ここはシャブ寮、シャブ寮に鎮火を依頼するしかないぞ。稲妻の困った人たちの味方、それが三大奉行の一つであるシャブ寮。その長の神里綾とはイケボでイケメンで高身長。その姿をバッチリ写真に収めたぜ。なんか心霊写真みたいになってるんだよなー。そしてヤバい速度の矢切りで水をばらまく。もう勢いが半端ないですね。この勢いなら稲妻全土に広がった花火の後始末ができるぞ。稲妻を爆発落ちで終わらせないためにも是が非でも欲しい。こうして我々特捜班は稲妻を鎮火するべく、一人ジャングルの奥地へと向かったのである。やったー、やっぱり兄貴もヘドバンのものだったー。そんなわけで始まったガチャパート、今回もすり抜けフィルハーモニー合唱団のアカペラで実況するのです。よかった、すり抜けを嘆く歌じゃない。これは原神のオープニングテーマ。やっぱりこの曲は心洗われるぜ。てマジかよ、イワンコフ。開始30連で速攻で星5が来たぞ。こんな展開半年ぶりすぎる。ってやっぱりすり抜けじゃないか、クソがー。うわーん、強く生きてー。マジかよ、幸先悪すぎる。今回も前回の超爆死のごとく、貫突までに1400回を超えてしまうのか。大丈夫なの、そんな引きでプロモーションで大丈夫なの。ぐにゃー。
だがすり抜けたら次は確定。ふむ、80連目で1体目のアヤトが来たぞ。開幕すり抜けたけど全然悪くない結果だ。これは、今度こそはひょっとするのか。ここから神引きいけたら嬉しいですね。ということで役に立ちそうで役に立たない無凸検証の開始ですぞ。一体どっちなんだこの野郎。ほんの少しだけ役に立ってると思いたいですぞ。神里綾人はどんなキャラか。それはスキルで高ダメージを連続で与える水元素の片手剣アタッカー。アタッカー枠のキャラなので突破ボーナスは会心ダメージになっていますな。水元素枠ではタルタリアに次ぐ2人目のアタッカーですね。最大の特徴はスキルの瞬水剣。発動時間6秒の間におよそ15回の水の範囲ダメージを当てますぞ。全部当たってスアヤトで15万ダメ。さらにクールタイムも短いんだ。だから一番優先するべきテンプはスキル、その次に爆発かな。そして通常攻撃は上げなくても別に良い感じですぞ。あれ、アヤトさんのスキルって通常攻撃ダメージって聞きましたよ。ああ、そこは少しややこしい感じですな。瞬水剣のダメージはスキルのテンプ倍率で上がるのが基本。けど判定はスキルじゃなくて通常攻撃扱い。だから通常攻撃バフがかかる武器や生物の恩恵を受けるんだね。通常攻撃のテンプを上げてもスキルに意味ないけど、通常攻撃強化の装備はスキルに使えるんだ。すげえややこしくて草幻想。こらー。さらにもっとややこしいことを説明するぞ。瞬水剣は HP 基準でダメージが増加する。正確にはスキル後に波線ってのを貯めることができて、これが無凸なら最大4つまで貯めれて、瞬水剣のダメージが HP 上限の 4% ほどさらに増えるぞ。計算式はこんな感じで、アヤトの体力が 25,000 なら1000くらいダメージが加算されるんだね。そしてそれに会心ダメージとかが乗るんだね。神格や運金のダメ計算に近いものがあるかも。もちろんスキルが終わるまで波線効果は継続しますぞ。すやー、貴様いわんこ踏めるな、こんちくしょう。でんで、これが波線効果のマーク。とりあえずスキルを出せばいきなりにそう溜まるんだね。正直波線効果を貯めることは難しく考えなくても OK。と言いますと。というのもスキル発動時に出る残像か、もしくは瞬水剣を当てれば速攻で波線がマックスになるから、もう難しく考えずにスキルを出して殴れば OK。ダメ計算とは違って割とシンプルなんだ、あやとは。なるほどー。一応スキル発動中は中断耐性もつくけど、まあこれはあんまり過信しない方がいいかな。高難易度なら個人的にはシールドがあるとかなり扱いやすいと思いました。それじゃあ次は爆発とそれを生かす編成について説明するよ。わかりましたー。神里綾人の元素爆発はこんな技。カンヌさんの爆発に似てますね。うん。広範囲に水をばらまく技で、その効果時間はなんと18秒。ただ必要な元素エネルギーは80と少し多めになっていますぞ。80族な神里綾人だけど、実は元素爆発はそんなに重くない。それはこの固有テンプ。控えにいる時に元素エネルギーが40以下なら、1秒ごとににも元素エネルギーが回復される。だから20秒控えにいれば40も元素エネルギーが回復する。この固有テンプのおかげで割と元素爆発を連発できますぞ。特効果にありそうな効果が最初からあるなんてー。でんで、さらに元素爆発はチーム全員の通常攻撃ダメも上げてくれる。テンプ10で 20% の通常攻撃バフ。一応バフ効果はそれで打ち止め。テンプ11からは爆発のダメージが上がるだけですな。だからアヤトをメインで使う場合はまずは爆発を出してから、そこから風4セットを装備したキャラで耐性を下げて、そして瞬水剣で殴るのが基本ですな。この爆発中に蒸発とか感電したらさらに強そうですね。それじゃあ反応関係も見てみますか。ということでクータを使ってのアヤトの爆発サポート検証。結論から言うとアヤト単体では蒸発サポートには向いていない。最初の一発だけクータを側で反応起きてますね。あとはアヤト側で蒸発が起きる感じだね。やっぱり行く秋なのかー。だからアヤトで蒸発サポートするなら少し工夫が必要。具体的にはウェンティやカズハなどで風の水フィールドを作ることかな。これなら連続で蒸発を起こせますぞ。もうゆくあきとアヤトを組ませればいいじゃんかよー。ゆくあきアヤトはかなり鉄板な組み合わせで有名ですな。ちなみにアヤトの元素爆発を出してしまうと、アヤト側での蒸発がかなり厳しくなる。多分炎の同時攻撃できるキャラを複数入れないとダメかな。そこまでして蒸発を狙わなくてもいい感じですね。
そしてアヤトで爆発を出さなければ、ジンとベネットの組み合わせで瞬水剣の蒸発がかなり出る。スキルを出す時に残像を当てないのがポイント。これでも十分なダメージだけど、やっぱり爆発出さないのは少しもったいないかな。爆発出さなければ締め縄セットもありですね。だから個人的にしっくりした編成の一つがこれ。この編成のコンセプトは何ですか？ああ、エターナル凍結だね。昔よく使われた編成の亜種になりますな。アヤトもカンウも元素爆発でヤバい仕様がある。それはウェンティで敵を集約したら、その場所に大量に攻撃を仕掛ける仕様。アヤトもカンウも元素爆発は発動時の攻撃力を参照するので、ベネットバックからキャラを切り替えてもダメージが高いままですぞ。これはかなり噛み合いますね。ということで実戦で使うとこうなる。とりあえず爆発ダメージを高くするために天空耳にしてるけど、別にカンウさんの耳はアモスでもセピュロスアローでも何でもオッケーな気がしますぞ。今後出てきそうな水バッファーを想定して最後の枠はモナにしたけど、ここはヒーラーかシールダーを採用したいですね。アヤトの瞬水剣が終わったらカンウさんに戻ってサイル。硬い敵にはモナデバフを決めていきましょう。凍結がつく敵にはかなり強い編成ですぞ。今期の螺旋にぴったりの編成ですね。でも凍結無効のやつにはどうするんだよー。凍結無効の敵には水バフ盛りか蒸発編成がいい感じだけど、敵の数が多ければ感電がすごく噛み合う。特に八重様と組ませたらかなりシナジーがありましたぞ。同族剣を同士で手を組むのですね。わらわは奴とは違う。決して同族剣王などではないぞ。ということで早速試した。スタートは八重様のスキルから、そこからウェンティと先生の爆発を出して、そしてアヤトの爆発から瞬水剣。瞬水剣の終わり際にエネルギーがあるなら八重様の爆発で、そしてまた八重様のスキルでこれを繰り返すんだ。意外と実用的な編成だったー。ポイントは八重様の術師を多く乗ることかな。これ八重様で感電が起きやすいのも良いところですぞ。八重様を雷電に変えたらどうですかね。ああ、それも全然ありだとは思いますな。それじゃあ次は装備解説のパートですな。わかりましたー。ということでアヤトで候補に上がる生物がこれ。通常攻撃に恩恵がある生物が候補なのですね。個人的なおすすめは余興なんだけど、これは出たばかりなので厳選が大変。他は剣闘士と珍輪が挙げられるけど、これはダメがほとんど変わらないので良い方を選びましょう。冠は会心ダメか会心率。会心率の武器を使うなら会心ダメ冠でいい感じになりますな。特に波線効果を意識して HP は上げなくても良い感じ。HP は上げれたら上げるって感じなのですね。無凸ならそういう感じになりますな。そして新生物の雷筋の余興、それはバフが成功した時にヤバいダメージが出せるギャンブル生物。ダメージ計算は真核や運筋と同じです。けど確率でバフが乗るので、外せばバフが乗らない。外せば次の攻撃のバフの確率が上がって、バフが発動すればまた最初から抽選するんだね。そんな感じなのでダメージは安定しませんぞ。今度は余興ガチャが生まれたのですね。そんなわけで生物はこの武器で検証しましょう。今ピックアップ中の波乱月白仏です。これ無凸でも通常攻撃ダメが 40% 上がる優れものだけど、そのバフを得るためには手順が必要ですぞ。またややこしいやつですかー。こらー、いや全然ややこしくない。アヤト以外のキャラでスキルを2回出せば OK。 なんか頭上にマークが出ましたね。それが発動準備完了の証。バフの準備が完了すると腕が光って、スキルを発動することで通常攻撃バフがかかるんだね。なるほどー。でもこの腕が光るやつってどれくらい持つのですか？ああ、せっかくなので試してみたよ。結論から言うと、スキルを出すかワールドを変更する以外ずっと光ったままだ。だからエターナルシャイニングタピオカグビグビが堪能できますぞ。サマーミキを放棄するな、この無礼者を。無礼者。うわぁ。ちなみに同じキャラでスキルを2回出しても波乱効果は発動します。これも明日役に立たない豆知識ですぞ。八重様と組ませたのはこういう理由があったのですね。ということで早速実戦を決めたいところだけど、ちょっと脆弱樹脂を60個使ったけどまだ余興の厳選が終わってない。あと会心率を 10% 上げれば厳選は完了かな。でも締め切りは待ってくれないので、申し訳ないけど今回は会心率ガールズの力を借りますぞ。締め縄と剣闘士は厳選極まってるので、それに近い厳選具合でダメージを見ていきましょう。それじゃあ検証のスタート。とりあえず爆発で通常攻撃のバフをしてから殴ります。そして他のキャラでスキルを出して波乱効果を発動。どうかないワンコフよ。他のキャラのダメバフなしですごいダメージ出てますね。余興が発動してマックスで1万6000くらいだね。割と余興ガチャに成功して水元素。
ちなみに爆発なしではこんな感じ。おそらく余興で腹に思った無凸の限界値はこれくらいかな。余興も2回に1回は出てる感じですね。腹に思ってるなら余興を掘りに行っても全然ありですぞ。ということで今度は剣闘士のフィナーレな春水剣。まあこれは想像がつくけど、かなり安定したダメージが出せます。余興と比較したら余興発動時より3000ダメ低い。発動時と比較したら2000くらいこっちが上だね。そうダメージで見ると2万くらい余興の方が上ですね。そしてこれが森林4セットのダメージ。まあほとんど剣闘士と変わんない。若干こっちの方が攻撃と会心ダメは良い生物をつけてるので、完全に同じならば剣闘士に軍配が上がりますな。なるほどー。最後はシメナは4セットだけど、爆発出してシメナは効果を発動するなら、他の水キャラとさらに清風装備したキャラが必要。これでギリギリでシメナは効果を発動できますぞ。けどダメージはかなり出る。総ダメージも余興よりもほんの少しだけ上になる感じですぞ。ただシメ縄で爆発出せるケースはあまりないので、おそらく爆発なしが一般的。その時は剣闘士と同じくらいですぞ。なんかあやとで爆発出さないともったいない気はしますね。いや爆発出さなければ蒸発を決めれば良いんだよ。ということであやとの蒸発編成で螺旋の12層に行ってみた。もう数字が多すぎてわかんないけど、とりあえず初段の蒸発で7万オーバーのダメが出てたね。あとは他のキャラの元素爆発のクールタイムが終わるまで適当にスキルをぶっ放して波乱のスタックを貯めましょう。そしてまたウェンジに戻って同じことをするのです。運金は自由枠なので、他にはシャンリンとカジンを入れたり、はたまた肉焼きを入れたりして、さらに水攻めもありですな。いかようにもなれる。それが水の力ですぞ。あやとさんは純粋精霊だったのか。そして念のために締め剣も試してみたけど、まあこれも割と良いダメージが出るので、つなぎとしては十分に使える感じでしたぞ。それじゃあ他の武器は剣闘士と余興で見てみますか。わかりました。というわけでまずはこれを試してみました。誰にでも合う万残結録ですね。これ自分の HP 上限を参照して攻撃力を持ってくれる武器で、さらに会心率がバカ高い優れものですぞ。それじゃあまずは剣闘士でのダメージを見てみる。この武器は波乱と違って武器の発動条件を考えなくて良いのが楽だね。どうかないワンコフよ。貫突結録で無突の波乱とほとんど同じですね。おそらく無突結録ならこれより一発戦くらいダメが落ちるかな。そして気になるのが時計の扱い。時計を攻撃から HP にした時のダメージも見てみましょう。ほとんど同じ会心ダメを持つ生物と交換しましたぞ。それで結果はどうなりましたか。ああ、ダメージはほとんど変化なしだね。だから貫突結録を使う人は時計を HP にしても OK。 イワンコフは無突結録なので攻撃時計を使います。そして余興を使った時のダメージがこれ。貫突結録でも無突波乱より全然ダメは伸びないので、この武器を使うなら剣闘士の方が安定してますな。お次はこの武器、ギリギリの開口。この武器のオプションは会心ダメなので、冠を会心率にしないといい感じのステータスになりませんでした。さらにこの武器の効果を最大に出すなら爆発が必須。爆発出してスキルで殴れば武器効果が3層になります。その時は結録よりダメージが出るけど、爆発なしの2層の場合はほとんど結録と同じですぞ。なるほど。そして水キャラで会心ダメージ武器ならこんなネタビルドもできる。そう、氷あやとです。会心ダメを盛りまくるやつが来たー。おそらくこれが蒸発なしなら一番総ダメージが出せるんだけど、これ凍結無効の敵には全く無力。まあこんなのもあるんだと覚えておけばいいでしょう。あやとでは氷付着できないので、上げれる会心率も限度がありますからね。でんで、これが余興時のダメージ。驚いたのは余興が発動すると波乱を超えたことだ。でもそのギリギリ貫突ですよね。うわぁ、しまったー。波乱を貫突したらそっちの方がダメージが出そうですね。さあ今度は星4武器、ド本命は気候武器の黒剣になりますな。通常攻撃と銃撃ダメが上がる会心率の武器だー。ということで早速ダメージ検証。ふむふむ、割と悪くないダメージが出ていますな。やっぱり通常攻撃バフがあるのが強いですね。これ黒剣を貫突したら無突の結録くらいにはなりますぞ。なるほどー。そして余興な黒剣を試してみたけど、ふん、あんまりダメージは伸びてないね。これ波乱かキリギリ以外は余興はつけなくて良いかも。波乱とキリギリ以外なら良い感じの剣闘士か森林セットになるのですね。そういう感じになりますな。
でんで、スターダストで買える黒岩の強剣も試したけど、これはそんなには強くないね。まあ黒剣がなければ使う感じになるでしょう。けどこの武器、一つだけすごい点があって、それは敵を倒すと攻撃力が上がるところ、最大効果時には攻撃力が 72% もアップする、そして効果時間が30秒もあるので、雑魚敵が多いところなら黒剣よりも強いでしょう。攻撃力が武器効果で700くらい伸びてる。そして黒岩の長剣より強い星三武器がこれ。やったー、神武器の黎明の神剣だー。これ普通に黒岩の長剣よりダメージが出るけど、体力を 90% 以上キープしないと武器の効果が得られない。だからチームにはヒーラーかシールダーがいた方が使いやすいですぞ。ナナちゃんかディオナが相性良さそうですね。凍結するなら全然ありですな。そしてアヤトさんは天空の刃すら使いこなす。うわー、天空だー。いや、この武器の効果が春水剣とかなり噛み合ってるんだよ。なんですとー。天空の刃の効果、それは無突でも爆発を出すと攻撃速度が 10% 上がること、さらに通常攻撃当てるごとに追加の物理ダメージ、ダメージは少なく見えるけど、他の武器よりも2回多く殴ってるし、追加ダメの総ダメージも2万くらいいくんだね。そして冒頭のこの映像に戻るのである。やったー、ヘドバン兄貴だー。じゃあこれのやり方を解説して無突パートは終了するといたしますぞ。今回もクソ長かったですね。ということで久しぶりのストップ解説、気になったところは一時停止をお願いいたしますぞ。まずは武器の効果を発動するために事前にスタックを貯める。いわゆるゲスタックですね。そして雲金の爆発からアヤトの爆発で水を付与する。その後はジンさんの二突効果と水の拡散を決めるけど、粒子を取るのを忘れがちなのでスキルから爆発でカットイン中に粒子を拾うことを心がけましょう。あとは強雲君に切り替えて一発殴って即スキル、これで準備は完了だ。さあこれが 169% 兄貴だ。おらー、アホみたいな速度で殴って水幻想。だいたいこれで平均23回殴れますな。だが爆炎樹は速攻死ぬぞ。もっとだ、もっと爆速兄貴を堪能したいんだ。こうして生まれたのがこの方法。そう、動画編集による逆再生である。このゲス野郎、切られても切られても逆再生で蘇る爆炎樹、永遠に終わりなき躍動鼓動。そう、これも将軍が追い求めた稲妻の永遠なのです。もう殺して、殺してくれー。そしてここで悲しいお知らせ。なんか先に王城6の方が良い感じになりました。畜生、全然余興が出やがらねえ。今回もマーフィーが大暴走ですね。クソがー。ということで早速適正キャラのショーで試したいところだけど、その前に既存の風剣投資セットでダメージを再確認いたしますか。最低限のバフで確認いたしますぞ。とは言ってもこのセットはかなり厳選してるからね。1年以上は厳選してこのステータスにできた。これを簡単に超えられたら少し悔しいかも。それじゃあ王城6を試しますぞ。くんさん、どうですかね。マジかよ。一週間足らずで揃えた王城6セット。ほとんど飛行の風剣投資セットと変わらないじゃんかよー。ざまー。ただ爆発出して即スキルを出すとスキルダメは風剣投資より劣りますぞ。そんな王城6はダメージを受けると攻撃力が上がる生物。2セット効果と合わせて最大で攻撃力が 66% 上がります。もう自分の章は効果最大時で攻撃力が3200を超えたね。これはすごい生物が実装されましたね。そんなわけでガチャパートの再開。そう、もう無突だけで20分を超えた。貴様チェックする担当者を殺す気か。この鬼ーデビル野郎ってすり抜けてざまー。マジかよ。これはあれですね。もう担当者の怨念がガチャ結果に出ていますね。え、マジマジ。私なんか恨まれているの。ってそんなことなかったわ。うおー、連続で星5が出たぞー。ってやったー。うわーん、風さんが原神の腕を取り戻したー。もうこんな月半年ぶりですぞ。ということでアヤトの一突効果がこれ。体力が半分以下の敵には水ダメージが 40% アップです。純粋に火力向上の効果になってますな。ボスとかに有効そうな突効果ですね。そんなわけでダメージ検証。どれくらいダメージが伸びるかな。敵の体力が半分以下になれば一突効果が発動です。どうかないワンコフよ。おう、かなり伸びましたね。それじゃあもう一度見てみるといたしますか。ということで敵の体力を半分にしてからスタート。おう、3000近くダメージが伸びてる。余興ガチャに失敗してもダメが出ますね。普通にこれ強い突効果ですな。
ちなみに剣闘士なバンガン結録はこんな感じでした。もちろんこっちもかなりダメージが伸びる。よし、この辺で一旦アヤトのダメバフ盛りを試してみるか。どれくらいダメージが伸びるか楽しみですね。そしてこれがアヤトのバフ盛り編成。蒸発なしの水ダメージ強化編成では、これが一番春水剣のダメージが出ました。ベネットよりも出るのですか？ああ、ベネットより一撃3000くらいこっちの方が上だった。ウンキンの通常バフと岩共鳴がすごく噛み合う。でもウンキンを2突してなければベネットの方が出るかもね。アヤト自身を強強にしたい人におすすめですぞ。やっぱり兄貴かっけー。で今度はすり抜けなかったぞー。おう。やっと運が向いてきましたね。そんなアヤトの二突効果がこれ。どういうことですの？ああ、さらに春水剣が強くなる。正確には今まで4層で上限だった波線効果が5層までになり、さらにその時に体力の上限値が 50% 増える。春水剣は体力の上限値でダメージボーナスがあるからさらに強くなるのですね。そういうことになりますな。まずはどれくらい HP が増えるか見てみましょう。7000も増えましたね。ということはテンプレベル9で1400のダメアップだ。それに会心乗るとなるとすごいですね。ちなみに5層の波線のマークは妙にかっこいいぞ。さあみんなも二突を決めてマルチで見せびらかそう。こらー、貴様ガチャを煽るなー。さあ早速波乱で試すぜ。結論から言うと1突よりも2000ほどダメージが伸びました。もう無突よりも5000ほどダメージが伸びますね。無突でかなり強くなるな神里綾とは。ちなみにバンバン結録の場合はこんな感じ。ここまで来るとかなりダメージが伸びますな。これ時計を HP にするとどうなりますかね。それじゃあ同じくらいの時計で試してみますか。バンガン結録は HP 上限で攻撃力を盛る武器。だから2突効果でさらに200くらい攻撃力が伸びました。それと波線効果が合わさればさらにダメージが伸びるのか。と思ったけどそんなことはなかった。あんまり攻撃時計と変わらない。HP 時計だと爆発ダメージが下がるので、結録でも攻撃時計でいいかもね。なるほどー。でもここまで来たらスキルのワンループで古代さんを倒せるかも。確か古代さんは体力が70万ちょいのはず。それじゃあ水バフ盛りで試し切りですぞ。うわーん、古代さん逃げてー。もう5万近いダメージを連発するアヤト。これでまだスキルのテンプレベルが9なんだ。なんというのびしろ霊速なんだ。ちくしょう、こんなに強いといつか裏切りそうだぜ。こらー、スキルのワンループで倒せない敵には運金枠を水キャラにしましょう。個人的なおすすめはココミさんかゆくあっくん。ゆくあっくんは2突で敵の水耐性を下げることができます。確か爆発当てたら耐性 15% ダウンのはず。ゆくあっくんはこのバージョンのテーマイベントで配布されるので、持ってない人は無料で手に入れるチャンスですぞ。ちなみに弱座竜王の第3形態は、柱の上に乗ればほぼ攻撃が当たらないのは周知の事実ですが、もちろん春水剣で攻撃を当てることが可能。これ思ったよりも攻撃範囲が広くてヤバいですな。そろそろモラクスは弱座竜王を許してやれよー。もちろん最後は柱の自動攻撃だぜ。ほんと今日もひどいですね。マジかよ。うおお、2連続すり抜けなかったぞー。すげー、風産原神のキルレタケー。そんなアヤトの3突効果が元素スキルのテンプレベルアップ。ド本命の効果が3突に来ましたね。これでさらに春水剣が強くなるぜ。もちろん元素スキルに知恵の冠を使いました。これで元素スキルのレベルがマックスになりましたぞ。これはダメージが楽しみですね。それじゃあ早速ダメージ検証。まずは波乱の余興セットで見てみましょう。すごい、ダメージが2万5000いきましたよ。もう無突と比較したらダメージが1万伸びてるね。これ波乱を貫突したらさらにヤバくなりますね。そしてバンバン結録にするとこうなる。なんか余興波乱よりも伸び率が良い感じですぞ。さらに剣闘士なら安定もしますからね。これは嬉しい誤算ではありますな。さらにこの状態で水のバフ盛りを決めてみますぞ。今度は波乱の余興セットで試すんだ。さあこれがテンプマックスな春水剣だ。おらー、うわーい、ヘリがやべー。たださすがに会心を外しすぎですぞ。実はあと10は欲しいですね。まだまだ余興の秘境にこもる必要がありますな。ちょっとよくわかんなかったのでお肉を次々して再検証。この状態が自分の目標ステータスだけど、古代さんを倒してから5回は空振りしてる。ということはスキルで累計100万ダメいってますな。もうこのキャラは3突で完璧だー。
よっしゃー、またすり抜けを阻止したぞ。もう3連続で伸びしろ霊速だーい。貴様これで22突の旦那から目を背けるなー。うわー、自分には新世界はまだ早すぎるー。てマジかよ。どうしましたふうさん。4突で爆発時に速度が 15% アップだと、こんなのめちゃくちゃ面白いことができるじゃんかよー。もうめちゃくちゃ嬉しそうですね。これどうやらあやと自身にも速度上昇が乗るので、まずは4突効果のみ試してみる。とりあえず敵を倒さないように黎明の真剣にしてみたよ。だいたい平均で17回殴ってますな。風琴の貫突バフと同じくらいですね。そして今度は運金と合わせて攻撃速度を持ってみた。さあどうなるかな。もう目に見えて速くなりましたね。これで平均で20回くらい。このあたりが使用するにはリリードが高くなる感じですな。爆発だけで速度が上がるので楽ですね。それじゃあ速度あやとが実戦に耐えれるか検証だ。この12層を30秒以内にクリアできたら全然ありな編成と言えるでしょう。さあこれで速度あやとの準備ができたぜ。おらー、なんだこの爽快感マックスな編成は。まさか攻撃速度でここまで気持ちよくなれるなんて。今まで速度編成は結構ネタ枠を出ることができませんでした。シールドやヒーラーが不在でしたからね。あと割と発動までが大変だったからね。けどこれはお手軽でダメージも安定して強い。これは新しい世界を見ることができました。よし、この速度なら将軍に対抗できるか。というわけで水バフ森編成で将軍に挑んでみた。将軍の体力は140万くらい。これで倒すことができるのか。おらー、あやとさん頑張れー。ああ、これは削りきれないかもしれないね。120万くらいで打ち止めでしたね。ちくしょう、波乱を貫突して再度リベンジしたいぜ。だが俺たちには彼女がいるぞ。そう、貫突の飛来を持った宵宮だ。とりあえず挑む前に速度 27% で射撃テスト。宵宮はノーマル時はスキルは通常攻撃3ループで終わるけど、速度編成で4ループまでいけます。でも結論を言うと普通に撃ったら高確率で、通常4ループ目の最終段でスキル効果が切れました。調整うますぎだろほよばーす。だがそれでも十分に火力は出せそうだぞ。さあ、あやとをサポートにして再度将軍に挑むぜ。これで速度アップの準備は完了。おらー。通常1ループでだいたい30万くらい出てるー。やばいなこれ。すげー楽しい。これ気分によってどっちをメインにするか選べるし、宵宮の最後の攻撃を爆発に繋げることでさらに攻撃が続くぞ。やっと宵宮の爆発の使い道ができましたね。もちろんとどめはあやとさん。残りを春水剣で削って将軍を倒すことができたのです。今日も宵宮の笑顔が素敵ですね。いやまだ参る。もっと速度を上げれるぞ。ジンさんと強運組んで速度をさらに上げるんだ。さあ速度プラス 84% の時代が来たぜ。どれほど速くなるのですか。もう自分でも全然想像がつかない。さあこれが速度 184% 兄貴の抜刀だ。おらー、恐ろしく速い抜刀。俺でも見逃しちゃうね。スロー再生して数えたら24回殴ってましたぞ。それはもう笑いますね。神里隼人をしたいけど、キャラがいないとお嘆きのあなた。そんなあなたには螺旋の発想がおすすめ。ここ体力が減ると通常攻撃速度が 30% アップするのです。じゃあ 214% 兄貴ができるじゃないですか。やだー。でも敵がすぐ死ぬのでできる限りあやとを弱くしましょう。さあ、レベル1の天空の刃を装備して準備できたぞ。ここの3問の後半は爆炎樹、格好の試し切り対象ですぞ。また罪なき爆炎樹が無残に伐採されるのですね。いや生物史で数えたらたった400回しか伐採してなかった。一方砲塔弾は2万人伐採していた。だからまだまだ切り刻めるぞ。らーで、これ早くなっているのかな。なんか 184% 兄貴と変わりませんね。一応素振りでも確認したけど、抜刀した回数は23回。おそらくこれは速度には上限がありそうな感じだ。プラス 60% から 70% で打ち止めな感じがしましたな。それは残念ですね。いや俺たちにはあれがあるじゃないか。またあれをやるのかよー。そう、動画編集による調整である。もし上限がなかったらと仮定した場合の速度で、さらに逆再生も入れて永遠に切ってやったぞ。このゲス野郎ー。永遠に終わりなき躍動鼓動大抜刀。こうして爆炎樹は考えることをやめたのです。もう殺して、殺してくれー。うおー、今回はやばい。今度もすり抜けなかったー。よし、これで5突だぜ。そんな5突の効果がこれ、元素爆発のテンプレベルアップです。
よしよし、これで通常攻撃のダメージアップも 20% になりましたな。まあダメージアップはレベル10で打ち止めですからね。知恵の冠を温存したい人以外は五突狙いはあまりおすすめはできませんな。あやとさんはスキルがメインですものね。そしてなんと最後もすり抜けなかったのです。うわーん、今回の風さんは運が良すぎだよー。マジでこんな引き半年ぶりでしたぞ。ってなんだよこれ。やっぱり最後にやべえやつが来たー。スキルを出したら攻撃力 450% 分の攻撃が出るだと。それも2回出るっぽいですよ。マジで貫突効果はやばすぎですな。アヤトの貫突効果、スキルを出して一発殴れば追加攻撃、追加攻撃の準備ができると腕が光ります。もうこれ発動するまでずっと光っています。ちゃんと確認したので正しい情報ですぞ。貴様また兄貴を放棄したのか、この無礼者を。無礼者うわー。でも疑問に思ったことがある。この追加攻撃の判定は何になるのか。結論から言うとこの追加攻撃は通常攻撃判定でした。通常攻撃判定だから余興効果も乗ったのですね。やったぜ。これでタイトルに通常〇〇マンって書けるぜ。このゲス野郎。それじゃあ本命の余興波乱で試しますぞ。おらー。やったー。合計で7万5千近く出たー。おう、これは武器を貫突したらどうなるかすごく楽しみだ。そんなわけで武器を貫突。今回はどれくらいでしたか。ああ、440回で貫突いけましたな。もう大勝利じゃないですか、やだー。さあこれが貫突波乱の一撃だ、おらー。うわーい、伸び率がやべー。この追加攻撃に蒸発を乗せたらやべーことになるな。この追加攻撃でダメチャレするのですね。これは武者震いしてきましたな。だが悲しいお知らせがある。なんと追加攻撃には蒸発を乗せれない。一段目に蒸発が反応して火が消えるんだ。これは原神の仕様だよね。火から水はダメージがでかい代わりに付着した元素がすぐ消えるからね。調整うますぎだろ、ほよばーす。一応炎キャラを複数入れるか、炎な風フィールドを作ることで追加攻撃に蒸発を乗せることができました。けどこれじゃあいつものダメチャレメンバーは使えないかも。風さん、強く生きてー。ああ、もうこれはあの最終兵器養生を連れてくるしかないな。まさかそう、モンドの最強戦力、クレイちゃんである。何かボンボン爆弾を使うと結構な頻度で追加攻撃に蒸発が乗るんだ。なんだってー。いやそれだけじゃない、これ頻度はものすごく稀だけど、火から水のトリプル蒸発が出たりするんだよ。それやばすぎだろー。それじゃあもう一回スローで見てみますか。クレイちゃんならダメチャレメンバーの常連だぞ。おらー。やっぱり3つとも蒸発ダメージだー。よし、これなら将軍を春水剣のスキル1回で倒せるかも。クレイちゃんを引き連れてリベンジだ。なるほど、なぜクレイちゃんが稲妻にやってきたか。それは将軍を倒すためにシャブヨウが呼んだのか。これは全ての点と点が繋がりましたな。絶対に違うんだよなー。ちなみにアンバーでも多段蒸発いけました。もうモンド人が強すぎだろ。あとシャンリンも多段蒸発いけましたな。とりあえず蒸発の検証はこれくらいにして、他にもアヤトで多段蒸発いけるキャラがいるかもなので、皆様ぜひともコメントお待ちしていますぞ。これを編集しているのが木曜日の深夜、そしてこの日に理想とする生物が完成した。ああ、やっとこれで会心率が10上げれるぞ。もっと早く出てたら会心率ガールズの手を借りなかったのに。やっぱり今回もマーフィー大活躍で草幻想。さあとりあえず完成した余興ステータスで将軍にリベンジだぜ。まずは有給バフのために岩元素ダメージを当てるんだ。そしてカズハで水の耐性を下げたら準備完了だ。おらー。そしてクレイちゃんの活躍になるのですね。さあ準備が整ったぜ。おら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 ー。一瞬で半分削ったー。まだまだ春水剣は終わらない。とどめだー。こうして将軍は観光しに来たモンドの最強戦力に敗れたのです。やったー、クレイちゃんだ、かわいい。さあ貫突仕様もだいぶ理解したぞ。このままダメチャレを決めるんだ。波乱じゃなくてキリギリを使うのですね。ああ、ダメチャレ系は会心率を捨てて会心ダメージに全振りするからね。今回は会心ガチャに加えて余興ガチャもあるのかー。そしてさらに蒸発ガチャまでありますぞ。なんという過酷な試練なんだ。だから今回はモンドの最強戦力、そう、終焉アンバーで挑戦しますぞ。アンバーの方がかなり蒸発が出しやすいんだ。ダメージを出すならユーコロクレイちゃんの方がいいかもね。ベネットは強冠をつけて熟知をさらに盛りましょう。
さあ始まったアヤトのダメージチャレンジ。事前にカラクリ陣形を少し削っておきましょう。ダウンした時に一突効果を良い感じに発動させるのですね。あとはアンバーの終焉スタックも貯めておきましょう。残念、外しましたよ。いや、時間はたっぷりある。落ち着いてスタックを貯めるんだ。おらーしばらく待つとカラクリ陣形は遺跡騎兵を呼びます。こいつで終焉のスタックを発動直前の3つまで貯めたい。風さんやばいですよ。もう動画が40分を超えますよ。やばいぞ。こんなのチェックする担当者様の顔面が蒼白の炎になる。もうリアルで攻撃力と物理ダメージが上がってそう。40分以内に動画を締めるんだ。今ならまだ大人の死者誤入で30分の動画でしたとごまかせるぞ。このゲス野郎。急げカズハベネット。水幻想を打ち消して炎の風場を作るんだ。さあこれが極限なる春水剣だ。おらー。すげーダメージが出たー。よし、ギリギリ尺に収まったかな。いやもう遅いんだよなー。これ多弾蒸発できるから、このダメージが本来なら2回出るね。だから通常2発で170万ダメージですぞ。ほんと今日もこじつけ野郎ですね。今なら胸を張って言えます。ほんとすまないでごわすごわす。マジでチェックする人がかわいそう。さあ担当者の戦いはこれからだー。これからだー。それでは皆さん、またねー。